はい、皆さんどうもこんばんは。ですね、前々回の動画で貿易実務ハンドブックベーシック版の第6版っていう本を買ったと、動画にアップしたんですけども、これをね、順序立てて勉強していきたいと思います。で、内容についてはね、ちょっと動画に上げることができないので、私がですね、勉強していく音声だけを記録したいと思います。で、前の動画でもちょっと伝えたんですけど、これはね、誰かのためにね、教える動画というか音声じゃなくて、自分がね、合格するために、けじめ、自分が合格するためにね、お尻を叩く意味で撮る音声なんで、それはご了承ください。で、この本がですね、第1章から第18章までなっていて、巻末に単語集、あとは索引があるという構成になってます。で、まずはですね、第1章から、章ごとに音読をね、始めたいと思います。まずですね、目次を軽く読み上げたいと思います。第1章、国際貿易体制と日本。1. 経済のグローバル化と我が国の貿易。 2. 世界の地域統合の動き。 3. WTO 体制とが我が国の対応。 4. 貿易と環境。次、第2章、貿易取引の全体像の理解。 1. 貿易とは。 2. 貿易取引の仕組み。 3. 貿易手続きの流れと関連機関。 4. いろいろな貿易取引となってます。で、第3章がマーケティングと取引交渉、第4章が契約書の基礎知識、第5章が、取引条件1、品質条件、数量条件、価格条件等。続いて第6章が取引条件2、インタコームズの基礎知識。第7章、取引条件3、貿易運送。第8章が貿易条件4、貨物海上保険。第9章、取引条件5、貿易取引に関するその他の保険。取引条件6、代金決済。で、第11章が輸出手続き。1. 信用上の受領から貨物の船積みまで。第12章、輸出手続きの2、輸出代金の回収。第13章、輸出手続きの1、信用上の発行と輸入代金決済。第14章が輸入手続き2、貨物の引き取りと関税納付。第15章、貿易取引と外国為替相場。第16章、英文ビジネスレターの基礎知識。第17章、英文ビジネスレターの基本表現。そして最後の第18章が英文ビジネス文章の基礎知識となってますね。で、英単語集が和作品、英作品と検定の概要について、あとはコラムが最後についていまして、フェアトレードとは、コルレス契約とは、国際複合輸送とは、免責とは、IATA とは、法律と政令の違いとは、となっています。そうしましたらね、早速第1章の、読み上げから始めたいと思います。タイトルが、国際貿易体制と日本。経済のグローバル化と我が国の貿易ですね。近年の世界経済は金融危機に端を発した世界的な不況を経験し、各国が金融サミットを中心に危機を克服しようとしてきた。我が国においても輸出に依存した産業構造が不況の起因とする見方もある。そこで我が国の経済のグローバル化が進んだ背景と貿易の現状を考えていく。1. 貿易を取り巻く環境。
世界金融危機に対する保護貿易主義阻止への動き。2007年、米国のサブプライムローン問題が表面化し、その後1年余りの間に金融危機は深刻となり、実体経済に波及して、世界は同時不況に陥った。この状況から思い起こされるのが、かつての世界恐慌である。1929年、ニューヨークの株式市場の大暴落に端を発した恐慌であるが、この時各国は自国経済を有利にするため、保護貿易主義の政策を取り、輸入制限や関税の引き上げなどを行った。また、輸出を有利にするために、通貨の切り下げも断行した。このため、世界経済は縮小の一途をたどり、経済のブロック化が進行し、最終的には第二次世界大戦の遠因になったと言われている。このような悲劇を繰り返さないために、大戦後は経済と金融の国際協調の機運が高まり、IMF、国際通貨基金や世界銀行とも呼ばれている IBRD、国際復興開発銀行の創設が決まるなど、いわゆるブレトンウッズ体制が整った。現在でも、米ドル中心の国際通貨体制であるブレトンウッズ体制は続いているが、この世界金融危機に対し、2008年11月に、米国のワシントンで開かれた金融サミット、G20 緊急金融首脳会議では、特に IMF の役割が果たせていないとの見地から、各国の金融部門などの監視機能を強化する改革案が出され、また同時に保護貿易主義防止の合意がなされた。2009年4月の金融サミットでも、貿易の縮小が経済危機に拍車をかけるとの強い危機感から、保護貿易主義の台頭を断固阻止するとの姿勢が改めて打ち出され、WTO、などによる監視強化を強める方向で各国が一致した。次、経済のグローバル化と生産拠点の海外移転。1980年代以降、世界各国の企業活動や経済活動は、国際社会を一つの市場と捉えるグローバル化に急速に向かい、国境を意識しない活動が活発に行われるようになった。我が国でも1980年代の後半に円高が進んで、アジアを中心に海外進出を果たす企業が増え、この傾向は特に製造業において顕著であった。1995年春には、対米ドルの為替レートが80円前後の円高となり、生産拠点の海外移転が活発に行われた。円高は、輸出者が海外から得た外貨での商品代金を円に交換したとき、その円下での受領額を減らしてしまう。このため、輸出取引を減少させて、我が国の国際競争力を弱めてしまうことになる。そこで企業は輸出せず、海外現地で生産することを考えるようになったのである。海外で原材料や部品を調達し、現地の人を雇い、現地で製品を作れば、それらの費用はすべてその国の通貨で賄える。そして、その国の通貨が円よりも弱ければ、円に換算した時に国内で生産して輸出するよりも、ずっと少ない円で同じ製品を生産し、現地で販売できるということになる。しかし、このように多くの企業が海外へ生産拠点を移してしまうと、国内の工場や設備は不要になり、従業員もいらなくなる。その結果、大量の失業や関連企業の経営悪化、倒産などが生じる。こうして我が国の経済を支える産業の生産能力が低下してしまう産業の空洞化といわれる現象が起きて、日本経済の力が弱まってしまうことになる。この傾向を貿易の側面から見てみよう。企業はその会社の研究開発部門や人や物の資本調達、生産拠点、流通体制を国際的にどのように配置すれば最大の収益を上げられるかを考えるようになった。つまり、世界を大きな一つの市場と捉え、より効率的な生産販売を目的として、同一企業グループ内で部品や製品の
貿易取引が行われるようになったのである。これを企業内貿易という。そして最後、我が国の現状。我が国では主にアジア地域で製造した半製品を輸入し、付加価値の高い完成品を欧米諸国に輸出することによって、輸出産業が伸長したことなどを受けて長い好景気が実現したが、世界金融危機による貿易の急激な縮小により大きな打撃を受けた。貿易統計を見ると、我が国は輸出では2007年、輸入でも2008年に過去最高記録を最高額を記録したが、リーマンショックといわれるアメリカの金融危機によって引き起こされた世界同時不況の影響で、2009年の2月の輸出額は前年同月比でほぼ半減し、先進諸国に比べても激しい落ち込みとなった。国内では輸出に依存していた自動車業界などで企業の倒産や雇用削減が相次ぎ、大きな社会問題をもたらした。貿易額は翌年には回復傾向を見せたものの、2011年の東日本大震災の影響や国家債務問題で低迷する EU 経済、中国との関係悪化などから再び輸出が鈍化した。その一方で原子力発電に代わる火力発電所の電力用 LNG を中心に輸出が大幅に増加したため、我が国の貿易収支は過去30年続いた貿易黒字、輸出額が輸入額を上回る状態から貿易赤字、輸入額が輸出額を上回る状態に転じ、それは2015年まで続いた。2016年には6年ぶりに再び貿易黒字に転じ、その貿易総額は約136兆円、貿易黒字額は約4兆円となっている。我が国はアメリカ、中国、ドイツに次ぐ世界第4位に位置する貿易大国であるが、2017年現在、中国、韓国、東南アジア諸国等の経済成長や各地機関での FTA の締結など新たな競争関係に直面し、貿易構造の大きな転換期を迎えている。で、ここまでが一章です。